いや投資家である宇宙開発企業スペース X の創設者及び CEO、電気自動車企業テスラの共同創設者、CEO 及びテクノキング、テスラの子会社であるソーラーシティの会長等を務める。2021年10月31日、推定保有資産は3020億ドル。2016年12月、 フォーブスの世界で最も影響力のある人物ランキング21位に選出された。2019年にフォーブスが発表したアメリカで最も革新的なリーダーランキングでアマゾン CEO のジェフ・ベゾスと並び第1位の評価を受けた。ペーパル社の前身である X.com 社を1999年に設立した人物でもある。 イギリス人とアメリカ人をルーツに持つ南アフリカ人の技術者、実業家の父親エロールとカナダ生まれ南アフリカ育ちでモデル、栄養士の母親マイエとの間に南アフリカで生まれる。10歳の時にコンピュータを買い、プログラミングを独学した。12歳の時に最初の商業ソフトウェアであるブラスターを販売する。17歳になった1988年、 プレトリアボーイズ高校で大学入学資格を得た後、カナダへの移住までの5ヶ月間、地元のプレトリア大学に通い、物理学と工学を学んだ。その後、父親の援助なしに家から独立したが、理由の一つには当時アパルトヘイトを行っていた南アフリカの徴兵があった。彼は、兵役に就くことは、それ自体私には問題はないが、 南アフリカ軍で黒人を抑圧することに時間を費やすのはあまり良い方法のようには思えなかったと述べている。母親はカナダのサスカチュワン州レジャイナの生まれで多くの親戚がカナダ西部に住んでいた。そこでカナダ国籍を持つマスクは1989年6月にカナダに移住しサスカチュワンのスウィフトカレントにあるいとこの小麦農場で働き、 穀物貯蔵所の清掃をしたり野菜畑で働いた。また、ブリティッシュコロンビアの製材所でのボイラーの清掃や、チェーンソーで丸木を切る仕事などもしていた。その後、オンタリオ州へ引っ越して、クイーンズ大学に在学中、弟のキンバルマスクと共に始めた、会ってみたい、実業家に電話をかけて、ランチに誘うという方法で、ノバスコシア銀行でインターンをする機会を得た。 彼はアメリカへの移住を希望した。彼は、アメリカは、すごいことを可能にする国だと述べている。その後アメリカ合衆国のペンシルベニア大学、ウォートンスクールへ進むための奨学金を受け、同校で、経済学と物理学の学位を取得する。彼の後の言葉によると、当時、彼は、人類の進歩に貢献する分野は、インターネット、クリーンエネルギー、 宇宙だと考えていた。1995年に、高エネルギー物理学を学ぶため、スタンフォード大学の大学院へ進むが、2日、在籍しただけで退学し、弟のキンバルマスクと共に、オンラインコンテンツ出版ソフトを提供するジップ2社を、起業する。この会社は後に、コンパック社のオールティビスタ部門に3億700万ドルで、買収され、 マスクは2200万ドルを手にした。1999年には、オンライン金融サービスと、電子メールによる支払いサービスを行う X.com 社の共同設立者となる。X.com 社は1年後にコンフィニティ社と合併し、これが2001年にペーパル社となる。同社は2002年にイベに買収され、マスクは1億8000万ドルを手にした。 2002年に3つ目の会社として宇宙輸送を可能にするロケットを製造開発するスペース X 社を起業し CEO 並びに CTO に就任している。スペース X 社は民間による宇宙旅行を実現するベンチャー企業として世界中から大きな注目を集めた。また2004年には前年に設立された 電気自動車ベンチャーであるテスラモーターズ社に出資し、同社の資金調達ラウンドを主導して、自身は会長に就任。2008年には、同社の最初のモデル、テスラロードスターの市販車、第1号0001を自ら所有する。同年10月には、同社の第4代 CEO に就任した。2006年には、 太陽光発電会社ソーラーシティをいとこであるリンドンライブと共同で立ち上げ同社の会長に就任した。2009年にはテスラモーターズの創設者の一人でありながらマスクにイニシアティブを奪われて同社を追われたマーティン・エバーハードから契約違反並びに創設者または作成者であると誤って主張することによって歴史を書き直そうとしたと訴えられたが 後に和解。その際に、実際の創設者である、エヴァーハードとマーク・ターペニングに加え、マスクラ3名を、共同創設者として認めることで決着した。2013年には、時速約800マイルの輸送機関、ハイパーループ構想を明らかにした。2015年、人工知能研究の非営利団体オペナを設立。2016年、トンネル採掘会社である、 ボーリングカンパニー社及びブレインマシン、インターフェース企業のニューラリンク社を企業。2017年にドナルド・トランプ大統領の下で大統領戦略政策フォーラムのメンバーだったが、トランプがパリ協定離脱を表明したことに抗議し、6月に辞任した。米国政府への一定の影響力も保っており、2018年3月にはマスクの要請を受けてトランプは中国に、 自動車輸入関税の引き下げと外資の単独出資を認めるよう要求し、翌4月に中国もこれを受け入れたため、6月にマスクはテスラ発の海外工場ドレッドノートを上海に建設することを発表した。2018年王立協会フェローに選出。同年8月テスラの株式非公開化のために、 一株あたり420ドルで買い戻すための資金が確保されたという趣旨のツイートを行い、証券取引委員会から詐欺の疑いで連邦地裁に提訴される。翌月、2000万ドルの制裁金を支払った上で、テスラの会長を辞任し、事態を収集させた。その後も、同社の CEO 職は継続している。趣味は、 子供と遊ぶことと映画鑑賞。2007年までマクラーレン F1 のオーナーだった。マスクはマスク財団の会長であり、被災地における太陽光発電エネルギーシステムの提供やその他の目標に焦点を当てている。2011年7月には東日本大震災の被災地の福島県相馬市に25万ドル。 出力2 0ット規模太陽光発電システムを寄贈した。中国の利活強国務院総理から永住権の付与も提案されるなど、中国政府とのつながりも強く、テスラの本社は将来中国に置かれ、将来の CEO も中国人になると述べている。また、マスクは聖火大学経済管理学院顧問委員の一人でもある。 アスペルガー症候群であることを自ら明かしている。2018年、インタビュー中に大麻らしきものを吸っていたことで話題となった。なお、インタビューが行われたカルフォルニア州では、同年に思考用大麻が解禁されている。クイーンズ大学の同窓生で作家のジャスティン・マスクと2000年に結婚し、双子と3つこの男児を設け、合計5人の子宝に恵まれたが、 2008年に離婚している。二番目の妻は女優のタルラ・ライリーで2010年に結婚したが、2012年に離婚。翌2013年に復縁したが、2016年3月に再度離婚した。2016年7月に俳優のジョニー・デップと離婚申請中のアンバー・ハードと交際が噂された。二人は翌月に正式離婚した。 2017年4月には2人はオーストラリアのパーティー会場にツーショットで堂々と登場し、アンバーと彼女の父親はイーロンとの交際を認めたが4ヶ月後に破局した。2020年5月、かねてから交際中のカナダ人ミュージシャングライムスとの間に男児を設けた。ソーシャルメディア上の発言がしばしば絶下となり、テスラなどの株価を急落させることがある。 その一方で、米国での人気は凄まじく、スティーブ・ジョブスを超えると注目をされたこともある。マスクの資産は2005年時点において3億に、800万ドルとされていたが、2018年2月時点では204億ドルとされている。テスラの株主によって2018年に承認された、賃金体系の下では、マスクは、給料も報奨金も受け取らない代わりに、 会社が一定の利益を上げたり株価が一定の値に達したりしたときに何十億ドルもの価値を持つストックオプションを受け取れる。ブルームバーグビリオネア指数によると、マスクの純資産は2020年に入ってから同年9月1日までに878億ドル増加し、Facebook の CEO であるマーク・ザッカーバーグの1108億ドルを抜いて1154億ドルとなった。 これによりマスクは、史上5人目の資産が1000億ドルを超えた人物となり、世界第3位の富豪となった。2020年9月8日に、テスラの株価が21.06%下落した際、マスクの純資産の下落幅は163億ドルとなった。これは、ブルームバーグビリオネア指数における、史上最大の下落幅である。同年11月には、 テスラ株の急進によって、純資産が1280億ドルに達し、ビル・ゲイツを超えて、世界2位の富豪となった。2021年1月7日、純資産が1885億ドル超に達し、ジェフ・ベゾスを上回り世界1の富豪となった。同年9月27日推定保有資産が2034億ドルとなった。さらに、 同年10月28日推定保有資産が3020億ドルとなった。いずれも本人役、ありがとうございます。